バイダーチャンネル。はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日もですね、前回の引き続きでこの過去10回前後ぐらいで私がお話ししている思考の話と基準値の話と視点の話、この話の総集編ということでまとめをやっています。で、前回思考を改めましょうと、どういう思考が間違っている、失敗する企業の思考と成功する企業の思考みたいな話をしていて、僕の無駄話が長くてですね、3つやるつもりが、まあ、その思考の話で終わっちゃったということで、今日は基準値の話をしていきたいなというふうに思うんですが、日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。ぜひお近くの書店 Amazon でお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。まああのね、基準値、まあ、あの結論から言うと、日本の製造業がそのアジアグローバルサウスを中心とした新興市場に展開する際に、自分たちの勝利の基準値を持っていない、まあ、勝利の基準値っていうと大げさですけど、自分たちの目標を達成するため、もしくは競合を任す、打ち負かすための基準値を持っていないということが往々にしてあって、例えばシェア2割取りたいんですとかね、あの競合よりも高いシェア取りたいんですと、じゃあそれをやるための基準値って何ですかってこうお伺いすると、え、何の話ということになってしまって、で、基準値っていうのは目標や目的を達成するための基準となる値のことを僕は言っていて、例えばシェア 20% 取るためには、どれぐらいの、B2C だったらストアカバレッジが必要なんですかと、その上で週販何個売る必要があるんですかっていうのが基準値なんですよね。じゃあこのストアカバレッジを例えば20万点やるためには、何社のディストリビューターをどういうふうに配置することが必要なんですか、これも基準値ですよね。で、さらに深掘りしていくと、じゃあその1社あたりのディストリビューターの中には何人のセールスマンがいるべきで、そのセールスマンがどういう活動をするとこの20万点につながるんですかっていう、こう深掘っていくっていう、逆算逆算でゴールから深掘りをするということは非常に重要で、この基準値がないと永遠にこのシェア 20% に行きたいという目標や目的ってずっとぼんやりしちゃってるんですよね。その着実にこう近づいていかない。で、この基準値がなかなかやっぱりなくて、とにかく大手のディストリビューターがとにかく頑張るみたいなね、頑張ったってシェア 20% にはならないので、そこがすごく重要 で、特にその競合をベースに、自分たちの基準値をつかむということはすごく重要で、例えばね、競合の競争力が100とした場合に、自分たちが70なのか60なのか、はたまた40なのか30なのかということを見極めないで市場で戦う、こんなナンセンスな話はなくて、で、その差を埋めていく、その差を3年で埋める、5年で埋めるということをこうやっていかなきゃいけなくて、で、じゃあシェア 20% 取ってる競合はどういうディストリビューターを何社使って日々どういう活動してるのとかね、どういう経営資源をどういうタイミングでどこに投下してるのとかですね、こういうものは全部基準値なんですよね。で、こういうものをこう全部把握して自分なりに目標や目的を達成する指標をつかまなきゃいけなくて、で、ここがないと戦略がボワッとしちゃう。なんとなくこんな感じでドーンといきます、ストラテジーみたいなですね、そういう話になっちゃうので、その細分化なんですよね。そのアニュアリーをマンスリーにして、ウィークリーにして、デイリーにして、まあ、時間にするみたいなね、それぐらいにこう細かく細分化していくんで、でかいディストリビューター、じゃあその中身は何なんですかっていう、それも細分化だし、とにかく細かく細かくしていって、自分たちの目標や目的を達成するための基準値ってのは何なのか、この基準値を持ってない企業っていうのはシェアも低いし、競合にも勝てないというのが、実態でございます。基準値を持つということは大変重要です。はい、今日も、話が長くなっちゃって、思考、基準値、視点と3つあるうちの最後の視点の話ができなかったので、視点の話は次回お話ししたいと思います。はい、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。